どうもこんばんは、サスノです。今回のサスノアクアリウムはちょっと普段と違う感じでいきたいと思います。アクアリウムフェアというものがねありましてというかもうね終わったんですけど、後日談になるんですが、ありまして遊びに行ったお話を今回はしたいかと思います。まず会場に入って一番最初に出てきたのがすみだ水族館。こちらが東京スカイツリーの近くにある水族館なんですけど、そこで展示されている金魚やぐら、金魚屋台、これね自分も何回も行ってるから分かったんですけど、まんまそのまま来てましたね。ちょっと軽く感動しちゃいました。感動したせいで魚取ってません次がこれなんだか分かりますかね。これ鉄魚っていう魚です。宮城県からねわざわざ持ってきて販売してくれてたみたいなんですが、まあそれはね珍しいお魚なんですね。本当にね欲しかったんですけど、鉄魚を迎え入れられる環境がなかったので泣く泣く購入は諦めました。この辺ではねまずまあ見かけないのでかなり悩みましたね。サラサラーと紹介していくんですが、メダカコーナー、こういうコーナーもたくさんありました。他にも金魚をたくさん売っていたり、まあ値段もね結構まちまち、大きさも結構まちまち、ただ状態はとてもいい金魚でした。かなりねリーズナブルだと思いますよ。ちょっと値段見てびっくりしちゃいました。でカブトガニなんかもねいましたよ。これね間近で初めて見たんでちょっと感動しました。あとね自分やらなかったんですけどウーパールーパースクイありました。これねもうすくうっていうよりなんだろう桶に入れるって感じでしたね。他にもね個人の金魚を展示してどの金魚が一番いいかなみたいな品評会やってましたね。で3匹まで投票できるんですけど自分も投票してきました。いろんな金魚がいてね悩んだんですけど、まずこの龍金ね、これがね可愛かったんですよ。なんかね人懐っこいお魚でね、やっぱりそういう魚が好きなんでねこの子に一票入れました。あとはねこの成分魚、形がねとても良かったんですよ。もう見るからにね、俺はあんま金魚のことわかんないんですけど、見るからにああ素敵だなって。あとはねこの水泡眼、もう水泡眼見た目のインパクトすごいですよね。でこの子の水泡がすごくね美しかったんでね入れさせてもらいました。他にもね見事な金魚さんいっぱいいたんですけども、かなりね悩みましたが3匹に入れました。結果はねググってください今回このアクアリウムフェアに行って一番長くいたのがこのブースですね。ベタブース、他にもベタブースたくさんあったんですけども、自分はここから逃げられなくなりました。離れられなくなりましたね。このまずニモベタ、これこんなの見たことないです。柄がこのもう動画で本当は撮りたかったんですけど、この写真でもすごいですよね。見ただけで素晴らしいです。でここからもうちょっとさすがに値段が値段だったんでちらっとねさっき映りましたけど、まあこの個体は買えませんでした。でこういう珍しい、もう本当に珍しいクラウンテールもねいましたよ。あとはねこのガラルファ、
観光地とかではね、結構最近ありがちになってきましたね。いや別にディスってるわけじゃないですよ。うん、やりたかったです。あとはちょっとコメントしづらい、この隠れクナ、隠れクマの実のなんで噛んでんだよ、隠れクナクマの実飼育セットで我らがジェックス様のブースもありましたよ。これね、各企業さんのブースもあったんですけど、やっぱ私はもうほぼねジェックスさんしか取ってきてませんでこれ新しいやつ、新しい水槽とか、まあジェックスさんのレイアウト、これ見てってください。うん、ここに言葉は必要ありません、うん、どれだけ好きなんだよって話ですけど、まあたくさん取ってきました。他にもね、テトラさんとかジクラさん、あとはどこだったっけな、上畑さんとかね、確かあの辺がいましたね、あの辺の企業さんね。ただ申し訳ないです、ジェックスさんしか撮ってないですでこんな感じでまあ回ってきました。動画はね撮りたかったんですが、やっぱりお客様の量が、お客様って、ね、職業病だこれ、お客さんの量がすごかったんで処理できないなと思って、うん、顔とかね処理できないなと思って全部画像にしました。じゃあ今回のアクアリウムエアでゲットしてきた生態、こちらになります。あ、違った、こちらになりますなんだ今の茶番はレレレレ、これです、ダンボですね、プラカットのダンボ、ゴールデンカラーです。かわいいですよ、もうこれ一目惚れです。もうかわいいんだ、何このクリオネみたいな子も、本当にスーパーが超絶かわいいでしょこれ、この手やばいっすよ。で、おや、なんだろうこの水槽、ちょっとねいろいろ改造したんですよ。なので詳細はまた次の話、とりあえずこの可愛い子にも名前をつけないと。じゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。まあね、今回この画像吹き替えっていう新たなことをやってみたんですけど、まあ苦手ですねこういうのねもうやめようかなとか思いましたで、プラカットのベタちゃんなどなどはじめ、まあ画像にもねちらほら映っちゃってたものもあるんで、まあ本当はね今回噂の祭りをねやろうと思ってたんですけど、動画ねアップしようと思ってたんですけど、先にねこっちをアップしないとちょっといろいろ辻褄が合わなくなるなと思ったんでこの子を先にアップ、この子じゃねえよ、この動画を先にねアップさせてもらいました。じゃあね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。